はい、えー。皆様こんばんは。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です、えー。本日ですね、えー、菅義偉官房長官が自民党の総裁になりました。ということで、えー、この このままいくとですね、内閣総理大臣、新たな菅総理大臣が誕生する予定であります。で、今回の動画ではですね、この菅義偉さんがですね、総務大臣の時にした仕事をちょっと紹介してみようと思います。まあ具体的にはですね、放送法を改正して、虚偽報道などを行った放送局に対してですね、新たな行政処分を課そうというふうに、 放送法を改正しようとしました。だいたい10年ぐらい前かな。はい、に、なんですけど。はい。まあ、その時の仕事を紹介しようと思います。はい。えー、ちょっと平成19年に話が遡ります。平成19年のですね、1月にですね、発掘あるある大辞典というのが、まあ、関西テレビで放送されたわけです。で、この時、実験 結果データの捏造などですね、事実とは異なる内容が含まれていたと、まあ、発表がありました。えーまあ、納豆を食べるとダイエットに有効だみたいなね、放送で、まあ、それがね、ちょっと結局、問題になった。 ことをですね、思い出してもらえればと思います。はい。で、まあ、これに対してですね、総務省があ、番組制作及び番組編集に関する事実関係及び原因等について報告をするようにですね、関西テレビに要求をしたところですね、えー、関西テレビがですね、有識者による調査委員会設置して調査をしたところですね、平成17年の1月から平成19年1月まで ですね。まあ、2年間に放送された発掘あるある大辞典2でですね、虚偽報道等の放送法違反のものが8番組あってですね、あと放送法に違反すると疑われるものが、まあ、さらに8番組あったあ、ということなんですね。で、えー、まあ、その後ですね、総務大臣名でこのようなことが再度生ずることがないように、まあ、警告が 行われるとともにですね再発防止に向けて、えー、向けた取り組みをですね強く求めたんですね。えーあのまあ、再発防止に必要な措置について、1ヶ月以内にですね、えーまあ、報告するとと,ともに、ですねその実施状況については3ヶ月以内に報告するように、えー、ですね、まあ、総務省が関西テレビに要請をした。 こういったですね、警告などはですね、行政指導として行われたものであります。で、まあ、行政指導以外にですね、その政府が法に反して、 虚偽等の報道をがですね、行な、行った放送局に対して取り得る措置というのがですね、連覇法第76条1項とか3項にですね、放送局の運用停止やったり、免許の取り消しというのが、まあ、あるわけなんですね。ただ、その間がないんですね。運用停止と行政指導の間、その間ちょうどいいところが、まあ、ない,いわけでですね、えー ということがありまして、えー、まあ、そ、そ、その時、まあ、それを踏まえてですね、総務省が放送局の運用停止まで至ら,至らない場合の法律に基づく新たな行政処分が必要であるということで、えー、その時ですね、第166回国会提出のですね、放送法と改正案で、えー、ですね、総務大臣が まあ、放送事業者に対して再発防止等の、あ、失礼、再発防止計画等の策定を求めることができるなどの措置を盛り込むこととなったわけなんですが、しかしですね、えー、この第166回提出されたその放送法等改正案は、あね、第168回国会のですね、衆議院において、えー、審議の際に 修正削除されたという経緯があります。まあ、というわけでですね、まあなかなか、まあ個人的にはですね、ちょっと残念だなという経緯はあるんですが、まあただですね、えー、菅義偉、えーまあ、新たなあ新総理はですね、まあこんな感じで放送に関しても結構ね、総務大臣時代切り込んでいく、そういう仕事をですね、えー、している、していたことをですね、まあ確認させてもらうとですね、 まあ、いろいろと、まあ、期待はね、えー、できないことはないんじゃないかなと思っております。はい。というわけでですね、えー、本日、私、えー、岡山県の倉敷市の方に戻ってきました。はい。まあ、ちょっと、明日、ちょっとね、倉敷で朝の、朝から用事があって、昼、ちょっとね、兵庫県で仕事して、また、あの、東京の方に戻ります。はい。というわけで、まあ、今回はですね、えー、本日、 え、菅義偉、新総理。まあ、新総理じゃないけど、まあ、あの、現時点では自民党新総裁就任。え、ということで、まあ、少しね、昔の仕事を紹介させてもらいました。まあ、またね、何かコメント欄あれば教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今後ですね、まあ菅、菅新総理のもと、ね、放送法改正し,して、 NHK のね、えーまあ、スクランブル化できれば理想ですけど、まあそれに準ずるようなね、あの、まあの改革ができたらなと思っております。というわけで、えー、ありがとうございました。えー、放送法を改正して NHK をぶっ壊す。